ハートオフダイス教授でございます。それではゲームスタート。今回はねちょっと違う視点でね行ってみたいと思います。なんかねガラスケースがあったからね見たらねアニメの DVD がいっぱいあったんでちょっとね見ております。ゲゲゲの鬼太郎、これでも両方とも第5シリーズか。こう下とかもさ普段あんまり DVD とかブルーレイは見ないんですけど、こういうなんかねガラスケースとか入ってると見ちゃうね。特撮ものなんかもあってさ、これもあられちゃんもあるけど、宇宙刑事シャリバンで、宇宙刑事シャイダーで、ギャバンないじゃんと思ったらちょっと左見えてるでしょ。もうちゃんとギャバンありましたね。ギャバンが安いんだな、3000円ぐらい安いな。でまあアニメじゃないのもちょっとあるんですけど、あゼルダのこれなんだ、ゼルダの伝説30周年記念コンサート、いやこれちょっと欲しいな。はい、ってことでねジャンクコーナーに来ましたけど、ゼルダの伝説の CD ねちょっと写真撮っちゃった。シャンシーコリーナカリオストラの城、歌詞カードがないけど2160円、ちょっとじゃあジャンク見ていこうね。スーパーマイコンゲームできました。 AV ケーブルはモノラルです。2000円だと安いんじゃない。コントローラー2つついて全て込みだからね。これなんだろう、ビッグウェンズデーゲーム550円、サーフィンのゲームかな。これの結構レアじゃないの。なんか昔こういうようなシリーズいっぱいあったな、これあんまり見ないな、このコントローラー。アスキーの、なんだろうね、これね。あとはこんな感じで。少ないな。ゲームちょっと減ったな。セガサターンのねコントローラー、海外版か、初めて見たな。これとりあえずここは、ジャンクコーナーじゃないところです。まあ、さほど商品もちょっと変わってないんであまり取るべきものはないんですけど、あでもこれ新しいな、バブルボブルの DS、 これは以前なかったな。あと虫姫様っていうのかな、はい、これも今回初めてだと思いますね。いくつかとRタイプスでしょ、いくらかちょっと入ってはいるけど、
プロデュースポータブルとかポータブルとかもなかったかな、まあ、ここら辺はなかったね。とりあえずね、バブルボブルディースってこんな高いんだ。確かに見ないもんな。はい、まあ、こんな感じですね。これは変わってないと思います。モエロツインビー。はい、ってことで、以上になります。ご視聴ありがとうございました。コンティニュー。